ました。楽しかったです。な、なに？湘南レモンのブリュレ。これは
ちゃんが久しぶりです。腕が入るよ。今日は鯛茶漬けにしました。水菓子がついてるけど最後にかき氷食べたいな。シュワ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 、ペリアはあんまり泡がないんだよね。そう、今日はアユがついてくんだよね。そば汁でございまして、そば粉と豆腐を合わせてございますね。もうすぐに召し上がってくださいませ。豆腐がすごい、出汁がしみしみですごく美味しい。美味しいです。美味しいよね、豆腐。どうですか、落ちた。これも美味しい。そば汁なんかいっぱい入ってます。クリーミーなそば汁、うん、美味しいよね。中にね、ホタテを切ったやつかな。なんかいろいろ入ってる。次はオクラの白波寄せだそうです。ウニ、おー、ウニ、あ、美味しい。なんか暑い夏はこういうなんか冷たい前菜いいですね。最後は、おお、那須田楽、ごぼう、ごぼう味噌。あ、落ちる。重い方にひっくり返る。味噌が、味噌、味噌。これも一口ですね。おいしい。すごいね、魚。あ、フェロリ、フェロリ。美味しそうです。あ、いい香り。すごい香りがふわっときた。おお、立派な鮎が来ましたよ。丸焼きだと思った。最初はお茶なしだった。最初はご飯で、よいしょ、鯛をいただいてから最後にお茶漬けにします。おいしくいただきました。おいしかったね。れんこん餅と白玉だそうです。あー、綺麗だ。練乳、全部かけてしまえ。おー、崩れる。うえ、美味しそう。わー、かき氷食べるとなんでこんな風になっちゃうんだろうね。きちゃにゃーい。でも美味しい。でも食べられますけど、今日は涼しいけど、かき氷はやっぱりちょっと飽きてる。